千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は根管治療の、値段はいくらですかという質問にお答えしたいと思います。とてもこれも難しいお話ですが、保険診療であればとトータルだいたい1回に1000円前後だと思います。また、自由診療、自費診療、保険を使わない診療ということでしたら、歯1本ではなく1根管10万円などのと治療を行っている先生もいらっしゃいます。もちろん使っている材料も機材もとやはり保険で使えるものとは全く違うものを使いますし、と海外に行かれて、いろんな勉強をして何年も修行を積んだ先生などの治療となると、やはりそのくらいの価値はあるのかなとは思います。それを高いと思うか、安いと思うかはと本人次第ですが、歯はそのくらいの価値のある大切な一本。根管の話が出たので少しお話したいと思います。根管は前歯はだいたい1根管、神経が1本です。と奥に行くと、4番目5番目になると1本から2本。この頃マイクロスコープなどが発達して、即死細い、もっと細い根管が治療可能となっております。なのでもうちょっと、多い数字が出ると思います。また大臼歯、大きい奥歯に関してはと今では、4根管1本の歯に4本の神経、太い神経が入っていて、細い神経は無数にあると言われております。なのでともちろん保険で診療、自費で診療、説明を受けてしっかりと納得した上で治療を受けるようにしてください。根管治療にならないように予防に力を入れることをまずお勧めしたいと思います。ご質問ご相談はコメントにて受け付けております。お気軽にコメントください。